東京株式市場の平均株価が4日連続で上昇し、一時2000年の IT バブルの際の最高値を超え、18年半ぶりの高値をつけました。中継です。はい、ギリシャの債務問題の進展などを受けて世界的な株高が続く中、日本でも歴史的な水準を更新しています。平均株価は昨日400円近く上昇しましたが、今日も取引開始直後に節目だった2000年4月の IT バブル時の最高値を超えました。一時2万942円まで値上がりし、18年半ぶりの水準をつけています。世界的にリスクを取る姿勢が強まる中、株に資金が流れていて、また為替も1ドル123円台後半と円安水準となっていることから、企業業績改善への期待感も高まり、銀行株やハイテク株なども買われています。1996年以来となる終値で2万1000円台も目前に迫ってきています。